トーマス・コーサン・モートーンは、スコットランドの画家である。スコットランドの印象派の画家で、グラスゴー・ボーイズの画家の一人である。グラスゴーで生まれた。事務員として働いた後、グラスゴー美術学校で学び、その後、ロンドン大学のスレート美術学校で、アルフォンス・ルグロに学んだ。パリに移り、アカデミー・ジュリアンで、ギュスターブ・ブー・ランジェや、ジュール・ジョゼフ・ル・フェーブルにも学んだ。 スコットランドに戻った後、スレード美術学校で知り合ったウィリアム・ヨーク・マクレガーのグラスゴーのスタジオをしばしば訪れ、ジェームズ・パタースギやエドワード・アーサー・ウォルトンらと写生旅行を行い、友人となったエドワード・ホーネルの住む、スコットランド西部のカークブリやジェームズ・ガスリーの住む、コバーンズ・パスを訪れ、絵を描いた。ロンドンのグロスブナー・ギャラリーでの展覧会や、ニュー・イングリッシュ・アート・クラブ、 イギリス王立芸術家協会、王立スコットランドアカデミーなどの展覧会に出展した。1908年にスコットランド国立美術館の学芸員に採用され、その後ファイフ、カーコーディのカーカルディミュージアムアートギャラリーの学芸員を務めた。カーコーディで死去した。ありがとうございます。